田はアウェーで広島に2対1で競り勝ち、開幕2戦目で J1 復帰後初勝利を挙げた。前半14分、右 MF に入った太田修介、27、が左足を振り抜いて先制点を奪うと、同37分には FW 鈴木浩二、33、の追加点をアシストした。後半は防戦一方となり、同39分に FK のこぼれ球から1点を返されたが、GK 小島良介、26、を中心に体を投げ出して守り、逃げ切った。開幕アウェー2連戦を1勝1分けと好発進。ホーム開幕戦となる次節3月4日は札幌と対戦する、目の覚めるような一撃がゴールネットを揺らした。太田は前半14分、左から中央に切り込んだ MF 三戸俊介、20、のドリブルがこぼれたところに素早く反応すると、ペナルティーエリア中央から左足を強振し、先制点を奪った、初っ端だったからコースは狙わずにスピードを意識した。続く同37分には右サイドを抜け出し鈴木の追加点をお膳立て、シュートを打とうと思ったけど、直前で判断を変えた。いい選択ができた、と今季初勝利につながった1得点1アシストを素直に喜んだ、J1 デビューで27歳のサイドアタッカーが、早速実力を示した。J2 町田から今季、完全移籍で新加入。開幕前の高知キャンプでは持ち味のスピードを猛アピールした。だが18日の開幕、C 大阪戦は直前に体調を崩し、ベンチ外となっていた。タイミングが悪かったが、自分次第で幸運に変えられると思った。試合に向けてモチベーションを高く持ち、先発に抜擢されると、相手3バックの背後にできたスペースに何度も走り込み、攻撃を牽引した。試合の2日前には松橋力蔵監督、54、から、自分が何者なのかを示せ、と声をかけられ、自らを奮い立たせた、自分の特徴を再確認した。結果を出せてよかった、と太田。松橋監督も、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。本人の自信につながると思う、と高評価した。プロ6年目でたどり着いた J1 の舞台、実は、かなり緊張してました、と包み隠さずに笑ったが、夫人の、今まで積み上げてきたからようやく立てるピッチ。楽しみなよ、の言葉に肩の力が抜けた。昨季リーグ戦3位の強豪広島を相手に、特徴のスプリントは通用した。課題が出たことも収穫。シーズン通して成長したい、と確かな手応えをつかんだ、ホーム開幕戦となる次節、3月4日は札幌と対戦する。2試合連続ゴールを狙うスピードスターは、もっとワクワクさせるようなプレーを見せ、勝利に貢献したい、と意気込んだ、小林忠志、丸。前半、らしさ全開の攻撃スタイルで2点を先制したが、後半は一変して守備の時間が増え、FK のこぼれ球から失点した。それでも GK 小島、フルス対戦となった DF 千葉を中心に跳ね返し、勝ち切った。松橋監督は、全部が全部思い通りにはならない。1失点はしたが、我々を崩すことはそう簡単ではないぞ、と示すことができた、と話した、丸。新加入のブラジル人 FW グスタボネスカウが後半27分から途中出場し、J デビューを果たした。攻勢を強めた相手に対して前線からの守備でボールの出所を潰し、自陣から送られるロングパスには体を張った空中戦やボールキープを見せ、勝利への執念をピッチで表現した。